今日はですね、データベースを扱ってる、いや何度もこうモヤモヤしてる作業ですね。コントロールシフト下を押すとこのように選択できるんですけど、こういうですね、空欄がある列、これをこう選択しようとするとこう、うわーってなって、バーまで下まで行っちゃったよみたいな、こういうこうことに悩まされたことはないでしょうか。これですね、いろいろまあ対応方法があって、まあ、データがあるところをこう選択して、選択範囲を広げて、このアクティブセルをこう調べたいところに移してからシフトをしながら左を押したりしてこう範囲を変える、こんなこととかですね、まあ、コントロールエンドを押してこうちょっと移動するとか、まあいろいろあるんですね。ジャンプ機能で、C3 から R12C3 とかこうやったりとかですね。これはですね、まあ、皆さんもうほんと苦しんでると思います。これ全部空欄だったらさっきの技もできないですし、もうこの空欄がいっぱいあって何万行もあるとですね、気が遠くなるわけですね。そこで私がですね、探してみました。どんな技を使えばいいの。そうしてですね、とうとう見つけてしまったんですね。それはですね、ドン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 、コントロールスペースをまず押します。そうですね、こうセル全体が、あ、列全体がこう選択されるわけです。そうしたらコントロールシフト円マークどうですか、これびっくりしませんでしたか。今びっくりしたでしょ。びっくりしましたね。まあやってることはですね、まあもちろん列の選択は何でもいいです、同じですね。コントロールスペースを押すと列の選択になります。でコントロールシフト円マークっていうのはジャンプのセル選択、アクティブ行との相違じゃなくてですね、アクティブ列との相違なんですよ。そうするとですね、列を選択した時にこの表題タイトルをがアクティブセルなんですね。そして下の範囲の中からこのタイトルと違うものを選択してくださいということになるわけです。するとみんなここタイトル違うのでこう選択されるんですね。空欄ももちろん違うんです。これなぜかですね、まあ Excel を聞かせてくれてるんでしょうね。このデータが入ってるとこ以外の使ってないだろうっていうセルはこう弾いてくれるわけですね。どうですか皆さん、こうなっててもですね、コントロールシフト、コントロールシフト円マーク、どうですか皆さん、これ素晴らしいでしょ。これ素晴らしいんじゃないですかね。例えばこういうのすごいめんどくさいんですね。ここでですね、ここが 何百行も下が空欄だとですね、上をって、ここがこうってなるわけですよ。それですが、ここでコントロールシフト&コントロールシフト円マーク、皆さんどうですか。これはもうチャンネル登録するしかないじゃないですか。いいね52回ぐらいもう押さずにはいられないんじゃないでしょうかね。ということで、まあこういうですね、ちょっとおちゃらけながらも重要な機能とか関数とかを解説していますので、もしですねお気に入りいただけたら、この私のチャンネルを登録してですね、やる気を、私にやる気を出させてください。よろしくお願いいたします。